下画面の光っているところに置いてくれ。このバトルで登録できるバトルカードは6枚までだ。登録するキャラクターが決まったら、もしチーム決定をタッチするんだ。ヒーローアバターカードを置くと、君の分身を登録。このチームで戦うなら灰を選んでくれ。登録し直すならいい絵を選んでくれ。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。では出発すると、戦闘開始。恐ろしい力で君の力だけが頼りだ。頑張ってくれ。おめえがこの時代の強いやつか。あれは手大玉だ。デオ様に見てもらおう。このバトルに勝利すると、デオ玉をアタッカーに持たせて、またレベルに応じてデオ様が喜ぶ。仲間のアメリカの発動だ。腹はみなぎってくる。仲間は人気あるのは仲間は腹はみなぎってくる。仲間のアメリカの発動だ。そんなもんじゃねえぞ。アタッカー覚悟しな。赤いレベルの番だ。よし、早くみなぎってくるぜ。電王玉効果発動だ。そんなもんじゃねえぞ。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が戦闘だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。敵のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。バトルスターゲット。バトルアプリ効果発動。敵のアビリティ腹がみなぎってくる。特徴モード突入。カードを動かす。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。腹がみなぎってくるぜ。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ボディランチモード突入。カードを突入。ここからが本当の勝負だ。
で戦闘力が上がったぞ。いい攻撃だ。バトルスターゲット。電王玉レベルがアップしたぞ。バーストモード突入。スーパーバースト達成だ。うわ、君の勝ちだ。連携効果で敵のヒーローエナジーがダウンしたぞ。やるじゃないか。スーパードラゴンボールをゲットしてスコアがアップしたぞ。想像以上だ。やはり君は本物の選手だ。ランクインしたぞ。まあ、こっちのオラの方が一枚上だったか。てめえ、リュウのことを知ってるみてえだったな。どういうことか教えてくんねえか。それはすごいすごい、めちゃくちゃ面白いサンプルが取れたよ。うん、ほらタイムパトロールしてたんだ。そこにいるリュウってやつがこのエンテコな星で何かしようと企んでるって聞いて、それを調べるためにわざと捕まってたんだよ。リュウ、おめえ悪いやつだったんだな。まさかトランクスの失踪にも関わってるのか。まあまあ皆さん落ち着いて。この監獄惑星は僕が作った実験場さ。強い戦士たちをいろんな時空から連れてきてサンプルを取ってるんだよ。貴様、実験だかなんだか知らんが、トランクスもこの星に幽閉してるってことか。でもここから出たければ特別なドラゴンボールを7つ集める必要がある。そっちの囚人さんには一つ渡したと思うけど。このドラゴンボールか。そうそう、残りのドラゴンボールは他の囚人たちが持ってるから頑張って探してね。じゃあ僕はこれで。まったね。トランクス、なんか無事でいて。ナイツなら絶対大丈夫だ。ドラゴンボールとトランクス探しの冒険の始まりだ。限定アプリをゲットしたぞ。ダッセンアプリ